もう油汗で大変だったんだから、もうベルトも締められなくて、こうやって、はい、どう締めてて、最後締まったんだから、こうやって泉谷さん、暴れん坊キャラですけども。そうですね。でも子供の頃はご自分のことが嫌で嫌で仕方がなかった、乗り物酔いもされるし、いろんな、そうですね、神経質だったり、顔が赤くなっちゃったりとかって。そうですね、楽しくないわけだから、必ず前のバスの、遠足でバスの前の方に座らされて、酔うから、しげるは酔うからさとか言ってさ、みんなにバカにされて。いや、いました、クラスに。いたでしょ。いました。前の、そう、悪いのは後ろの方に行こう、一番後ろの席。もう後ろに行きたくて、もう後ろが憧れてな。なるほど、ね、後ろ楽しそうなのよ。でもそれを直すために、自分でそのヨットに、激しく揺れるヨットに乗って、ゲーゲー吐きながら直したっていうのは。うん、直しましたね。飛行機なんか最初乗った時なんかもう油汗で大変だったんだから、もうベルトも締められなくて、こうやってどう締めてて、最後締まったんだから、こうやってそのぐらいさ、ひどいんだから。それを克服して、今やもう大丈夫だよ。船だろうが何だろうが、何でも大丈夫です。全然大丈夫。ジェットコースター家族の中で乗れるの俺だけだから。じゃあ今怖いもの、世の中に嫌なものって、苦手なものは何ですか。いや、怖いものはもうやっぱり自分自身じゃないですかね。もし気変わったらどうしようかとか、女に媚び打ったらどうしようかとか。いつもじゃあ自分をチェックしてらっしゃるんですか。チェックはしてないけど、これはそうなっちゃったらしょうがないよね。自分の元気がなくなることが一番の恐怖かな。子供の頃からご自分を改造されるというか、キャラ作りをして改造してきたって感じですか、ね、そうですね。まあ、東京オリンピックなんかあったもんだから、みんなの体を鍛えようブームが起きちゃって、はい、でまず第一、その、まあ、単純にそのブームに自分も乗って体を鍛えたいけど、小学校5、6年だから、はい、そこでコンクリートのバーベルを持ち上げたわけだ。みんなで作って、はい、コンクリートのバーベル、鉄棒に、はい、作ってんだよ。なんせ、バーベル買えねえからさ。で作っておいて、みんなでやったわけで、はい、シャークだ、ジャークだとかさ、スナッチとかさ、やってたら、はい、そしたらさ、小学校5、6年の時にはやんない方がいいのは、はい、背が伸びないのよ。これで背骨をギューッと、そうで、これは特にバーベルは、はい、当時は立ちバーベルだから、はい、バーベルもどきだけどな、要するに、まあ背が低い方が安定してるっちゃいいんだけど、確実に伸びないからね。確実に力強く。そうですか。そうだから、この辺で成長止まったのかもしれないという後悔が後で分かるんだけど、やっぱり時は1964年と東京オリンピックで外人がバンバン来て、体鍛えようなんていう時で憧れましたね。やっぱり自分はゲーゲーやってる場合じゃないだろうという。それでヨットのすごい凄まじい治療に、ジェットコースター乗ったり、連結付きで、そうなんですよね、電車と電車の連結付きで、これ踏ん張ってね。それはなんか愛すべきというか、切実な、もうあれですね。切実ですよ、私にとっては。じゃあ今は体鍛えたりとか、なんか節制したりとかしてらっしゃらないですか。こいつはなんだけど、体鍛えてるって俺かっこ悪いと思うのよ。だからね、そういうことはしたくないんだけど、してる。そうか、泉谷茂さんという人が確かになんかトレーナー、パーソナルトレーナーつけてやって、いや、嫌ですね。俺も嫌。自分何十年代の憧れから見ると、やっぱ自分の不安は自分だから、はい、やっぱ嫌だよ。そうか、でもちょっとやってらっしゃるんですよ。いや、当たり前じゃないですか。無理ですよ。例えばライブ前はだから、もう本当これはもう言いたくないんだけど、はい、もうここカットしろよって感じでさ、本当そう、今日もリハーサルがあるんだけど、はい、もうライブが近づくとやっぱり油物を控えて、もうリンゴを吸ってバナナちょっと入れて蜂蜜入れて飲んで、それだけでいくとか。へー、
だから黙ってイメージと違うだろう。ショーンだからさ、それはさ嫌なわけさ、俺だって。ありがとうございます、お話ししていただいて。バカ野郎。最後の質問ですけども、泉谷さん今後は どんなことをまたその性格を増やしていかれる感じですか。そうですね、やっぱりあのよりこうあの人間はやりたくないと言いながら、人間のやるべきこと、例えば台所仕事を選択から何にこの精度を上げていきたいですね。あ精度、ね、精度、音楽の精度からさらにこちらの暮らしの精度、暮らしの精度、やっぱりもう年食うとね、やっぱ一応サバイバルだから、なるほど、何かをやるんでも大変、体を動かすのも大変になってくるかもしれないんで、うん、はい、もう体がスッとこうできるようにしていかないといけないんで、はい、今から、うん、だからより精度を上げて、もう目つぶってても料理ができるぐらいな素晴らしいですぐらいにしていかないと、もうさらに精度を上げていかないと、はい、このサバイバル、今年という大変な時代は生き残れませんね、うん、本当に。そのやっぱりもともと本来自分は弱いもので、だから泉さんがおっしゃる教えというのも、全てを受け入れてくれるんですよね。ビビりでもいいし、ちっちゃくてもいいし、でそういう自分を認めて、それをキャラにして、で日々を戦っていく。だから今回のインタビュー、もちろんこの今回の新刊を読んでいただければ、みんな少し気が楽になるというか、みんな追い詰められて生きてるから、そうじゃなくていいんだよと、弱いままで構わないんだと、そこからやろうよっておっしゃってるのが、そしてその元は自分がそういう立場にあった、自分も弱者であったっていうことを教えてもらったのはすごく印象的ですね。現役もう、そんなに弱かったのと思うけど、それを直すのにまた無茶苦茶な直し方、揺れるその船に乗ってゲーゲー吐いて吐き尽くして直すみたいな、そこがでもやっぱり泉谷茂さん、泉谷茂だよね、俺らの想像する。いや楽しかったです。